こんばんは、パパゲルです。今夜も一緒に乾杯しましょう。ということでですけどね、今日はね、もうすでに飲んでます。ショート動画でもね、ちょっと、メインチャンネルの方のね、ショート動画でもね、ちょっとアップロードしましたけどね、怖いおじさんたちとね、キャンプに来ましてね、という、楽しく語らっていたらね、楽しく語り合っていたら、雨が降ってきちゃいましてね、まあ、行ったなーって感じなんですよね。だからテントに今避難してきたんですけどね、ちょっと小ぶりになってきたんですけどね、もう焚き火も消えちゃってね、まあ、どうなんだろうなって感じなんですけど、とりあえずもうやらせていただきたいと思います。そうそう、お酒はね、今日はこれ、IW ハーパー、すごいですね、こんなね、もう、これはね、今日はスポンサーがいました。シャッチョさんがいたんでね、シャッチョさんの提供なんですけども、シャッチョさん寝ちゃったんですよね。そうか、でもやっぱり一応やらなきゃいけませんね。皆様、準備はよろしいでしょうか。乾杯、お疲れ様でした。久しぶりのストレートのウイスキーはちょっときついわ。ということでね、今日はね、こちらを、これね、だから食べようと思ってたんだけどね、食べ残していたって言いますかね、だから今食べてるんですけどね、これから食べようっていうところなんですけどね、なんだっけ、里芋と、これ読めないんだよな、南寄りってなんだろう、わかりますこれ、教えてください。あ、でも逆になっちゃってるんだけど、まあ、そこら辺はなんとか頑張って、解読してくださいませ。南の瓜って書いて、なんだろうこれ、ね、の、鶏そぼろあん、小、40% 引きです。はい。で今日はね、編集めんどくさいんで、このまま、よいしょ。こんな感じでね、美味しそうですね。はい。おっさんになってくると、こういうものがありがたいんですね。でもね、まだね、本当はね、食べていないね、この肉の一バッグがあるんですよ。どうしたもんかなとかって思っちゃうんですけどね。でもね、まあ、とりあえずいただきたいと思います。よいしょ。右手でないとね、ちょっとさすがに箸使えないんですよ。まあ、これ里芋だよな。いただきまーす。いや、まあ、もうなんか安定のうまさだなこれな。南の瓜と書いてかぼちゃだったよ。南の瓜にかぼちゃ。今マヤさんが調べてくれました。やっべ、かぼちゃって漢字読めなかったんだ、僕。恥ずかしいな。頭悪いのバレバレですね。ということで、これかぼちゃですよ。かぼちゃです。ありがたいな、美味しいですね。もう若い頃はね、かぼちゃとかね、全然そんな うまい、まあ別にまずくもないしうまくもないしね、どうでもよかったんですけどね、なんか最近かぼちゃが美味しいですね。あー、うまい。なんか蚊がね、一匹入ってきちゃって、やだな、今、画面に入りましたよね、見えましたよね。ということで、今日はね、もう事情、このような事情ですからね、早めに済ませたいと思います。皆様におかれましては、良い飲みライフをお送りくださいませ。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。もうなんか随分今日遅いか、今何時なんだ11時だ、本当だ。こんな時間にアップロードしてすいません。なんかでも、テントの中でね、閉じ込められちゃってね、退屈してしまってたんでね、つい撮ってしまいました。はい、ということでした。それではまた。バイバイ。